では、自然言語処理のための機械学習の第9回と最後の、ゼミを始めます。で、今日がこの最後の系列ラベリングの話をします。で、流れとしては、系列ラベリングってどういうものかっていうのを話して、で、その、一般的なモデルである隠れマルコフモデルっていうのを紹介して、で、こういうモデルの他にも分類域の、適用するっていう方法があるっていう話と、それのモデルと、あとはなんか応用っていう話をしていきます。で、初めにその系列ラベリングっていうのはどういうことかっていうもので、系列ラベリングっていうのはその系列内のそれぞれの要素にラベルをつけることで、です。で、系列っていうのはその要素が、連続にこう並んでいるもので、例えばこれが、品詞をなんかラベリングしたっていう例なんですけど、その系列っていうのはこの Nature, Passes, Nature っていう文章で、で、それに対して、品詞、それぞれの単語に品詞を振って います。で、この、パッシーズってやつが、ここでは動詞ってなっていて、その動詞ってなっているのは、後ろに名詞があるからなんですけど、例えば、その、パッシーズの後ろに形容詞とかが来ると、名詞っていう風になりますので、それぞれが何て言うんですかね、全体を通して、そのラベルを考える必要があるっていう話です。で、例えば、品詞の数が10個あって、で、単語トークンですね、単語がこう20個並んでいるような文っていうものを入力します。で、そうすると、考えられるその品詞の列っていうのは10の20乗あります。で、こういうのは、今までその紹介してきた分類域っていうのは、大体、日分類とか、多くても100とかそのくらいの分類なんですけど、こんな極端にでかくなっていくと、その分類域を作るっていうような形では解くことが困難となってきます。で、そこで少し工夫が必要になってきます。で、その系列ラベリングの問題を解くモデルとして、この隠れマルコフモデルっていうものがあります。で、隠れマルコフモデルの仮定としては、各状態が、その直前の一個前の状態にのみ依存するっていうのがこのモデルの仮定です。で、もう少し詳しく、記号で表すと、ある系列がラベル列ですね、これベクトルで表されています。で、その、ある状態の XI、YI っていう要素が、その1個前の状態にのみ依存するっていうことで、で、さらに、もっと詳しく言うと、ある状態のラベルは1個前の状態のラベルに依存しての、のみに依存して、で、ある、その系列の要素っていうのはその時のラベルにのみ依存するっていうことです。で、これらより、X と Y の同時確率っていうのは、このような式で表すことができます。で、これが、ここの仮定の話で、こっちがここの仮定の話っていうのは分かると思います。で、ここで、その X0 とか Y0 っていうのは、っていうんですかね、ダミーな値として入れています。で、その同時確率っていうのが分かったんで、それをそのなんかモデルを構築するためにちょっとパラメータを推定しますという話です。で、訓練データが、それぞれの要素があって、ラベルが振られているっていうような状態です。で、ここではその問題を簡単化するために、そもそもこう、もう正解のラベルが振られているっていう状態を考えているんですけれども、実際は、ラベル振られているわけではないので、
第3回とかで、紹介した EM アルゴリズムっていうのを使ったりして、まあ、推定 してやる必要があります。で、先ほどの、まあ、式から、まあ、左右推定で、まあ、パラメータを求めるっていうことをやります。で、まあ、記号を少し書き換えて いたりあとは、そのラベルがまあついていた回数だったり出てきた回数っていうのをこのように表しています。で、いつも通り、まあ、ラグランジュを使って、まあ、パラメータを推定すると、まあ、シンプルな形にまあ書き換えることができます。で、これらより、パラメータが分かったので、まあ、実際に問題をそのモデルで解くということをやりたくて、まあ、解くべきものとしては、まあ、その X と、まあ、系列 X とそのラベル Y の同時確率 をまあ最大とするようなそのラベルというものを見つけたいというわけです。ただ、冒頭でも述べたように、Y の数っていうのがすごい大きくなってくるので、まあ、何らかの工夫が必要となってきます。でそこで、まあ、知られているのがこのビタビアルゴリズムってやつで、まあ、先頭の要素からどんどん計算していって、まあ、ある要素がそのある値を取るとしたら、まあ、直前っていうのは何であったかっていうのを決定していくものです。でこれは、多分稲岡くんが紹介してくれたと思うので、まあ、ここではあまり説明しません。で、ここからはちょっと話が少し変わるんですけど、今、その、系列ラベリングの話は、今まではその隠れマルコフモデルっていうので解けるよっていう話で、ここからは、それぞれ の、まあ、状態で、まあ、逐次的に分類域っていうものを適用してやって、系列ラベリング問題を解くっていう話です。で、考えるべきは、その、まあ、ある系列の中の要素、そのトークン XI がの、まあ、そのラベルが何であるかっていうのを知りたくて、でこの問題に対して、まあ、それぞれの、まあ、I、ですかね、それぞれの場面で、まあ、独立に解いてやるということを考えます。で、分類域を使うので、ベクトルに、まあ、どういう組成を用いればよいかっていう話で、今、図に示しているのが、まあ、この X っていうのが系列内のそれぞれの要素で、Y がそれに対応したラベルだと考えて、まあ、今求めたいのはこの Yi っていうこのラベル でここでその Yi を求めるときにどういう組成を使うかっていうと、まあ、その使えることができる組成っていうのはその Yi 以前の、まあ、Yi-1 だったり、まあ、Yi-2 だったり、あとはその系列っていうのそれぞれの要素っていうものを使うことができるので、まあ、これらの要素を、組成として分類域に入れて、で、まあ、逐次的にこう分類していくっていうような感じになります。で、一般的には、先ほどの、まあ、隠れマルコフモデルの話と比べると、まあ、計算時間っていうのは多くなるんですけど、まあ、より精度を高く分類することが可能となります。で、その今の話では、その直前の状態ってその前の状態のみを使ってっていう話で、で、その全体として確かかどうかっていうのは、まあ、考慮されていないんですね。でここではその、まあ、全体として確からしいかどうかっていうのを考慮したモデルが、ま、を紹介します。で、まあ、それが、条件付き確率バーってやつで、これは前回紹介した対数線形モデルを、まあ、系列ラベリングに適用したものです。で、まあ、訓練データはさっきと同じ でモデルが前回紹介した、まあ、対数
線形モデルです。で、まあ、分類する時も、まあ、こういうふうに解いてやればいいっていうことです。で、その条件付き確率バーでは、この組成ベクトルが、まあ、組成関数が、まあ、今の状態のラベルと1個前の状態のラベルと、まあ、それの系、まあ、全体の系列の、まあ、引数を取ったもので、まあ、表せるっていう仮定を置いてやると、結局、この問題を解いてやればよくて、でその今の状態とその前の状態っていうものを使っているっていうことから、ビタビアルゴ先ほど説明したビタビアルゴリズムっていうのに適用すを使って、まあ、解くことができます。で、あとは、この系列ラベリングの応用の話で、まあ、チャンキングっていうものがあります。で、これは、言語表現の、まあ、意味的あるいは、まあ、文法的にまとまった部分を、まあ、発見する見つけるっていう研究課題です。で、まあ、例えば人を表している部分を抽出するっていうものを考えます。で、まあ、文章として、まあ、このAfter stepping out the cigarette, Lamparet talked to me っていうのであったとして、でこの全体の、まあ、情報からこのLamparetっていうのがおそらく人であるっていうことは、まあ、人間が見れば容易に推測できます。でこれをこういうのを見つけようっていうもので、で、まあ、ここではそのランバレットっていう一単語が人を指しているんですけど、まあ、必ずしも一単語が一単語で、まあ、その人を指しているっていう風になるとは限りません。でそこで、まあ、そういう問題を解くものとして、この IOB2 タグっていうものがあって、でこれは、まあ、I と O と B のなんか3つのタグを振っていって解くっていうことで、でまあ、B っていうのが人を指す表現のスタート地点 で I っていうのがその人を指している部分ですね、その指している部分の要素で、O っていうのが、それ以外の人を指していない部分の外側の表現っていう風になっていて、で、まあ、これをこの3つのタグをまあ適切に振っていくっていうことです。で、まあこれらのまあ性質から多分わかると思うんですけど、O の次にまあ I が来るっていうことはなかったり、まあ、O の次には、まあ O が来るっていうことが多かったりっていうのがまあ予想できると思います。で、まあ、こういう性質を考慮して、まあ、系列ラベリングの問題で解くっていう話がまああります。で、まあ、以上で今日の内容を終わります。